我が家に革命が起きました。こちらです。これ、実はですね、この、これはミキサーなんですけれども、これは生配信用に、よく使われている、いいものとしてよく、ネット上でも伝わっているヤマハの AG06 ですかね、これ、という、機種になります。これを、これがいいですよって、アドバイスしてくれたり、あといろいろね、アドバイスをいただいている方から突然ですね、送りますよということでいただいてしまいました。どんよんよんよん、ありがとうございます。もうこんなことばっかりで申し訳ないんですが、これは画期的な、こう配信、または動画さ、制作、そして、音楽活動ですね。音楽活動っていうほどじゃないですけど、クロケンの、ギターを弾いて歌うことに関して、これは効果を呼んでしまいます。まず開けますね。よっ、はい、これはマニュアル。あ、やっぱ分厚いんだね。よいしょ。はい、サイズはコンパクトです。はい、どうでしょう。こんな感じですね。ここにマイクがあって、ギターがあって、これはキーボード、パソコンなどからこう音を取り込んでですね、最終的にミックスして、ボーカルはボーカルが綺麗に聞こえるように、などなどいろんなことができるわけですね。さあ、勉強だ。前々から欲しい欲しいと言っていたのが、まあ実現してしまったんですが、大変恐縮しています。ありがとうございます。その代わり、すげえいい、配信をという、こんな言い訳ばっかりでごめんなさいね。今すぐには何かすごいことは、できないんですが、まず配信をやり続けること、そして質を上げていくことなどなどですね、それで恩返しと言っては大変申し訳ないんですが、そうしていきたいと思います。ありがとうございます。これ使われている様子などは、生配信などでも、多分、お送りできると思います。また、次の動画、これに関する次の動画ですね、ありましたら作りますので、よろしく。はい、これは新しいおニューの、ヤマハのミキサーですね。これが入った、動画の続きになりますが、何を言いたいかというとですね、過去に使っていたものの、機械をお見せします。これですね、この、いくらぐらいだったかな、すごく安いやつなんですが、4チャンネルのミキサーって書いてあります。ミキサーといっても、これはここですね、4本線が刺せる状態、それをコントロールするボリューム、これだけですね。一度4本から入って、この中でそれぞれの、ボリュームをコントロールして、いました。ここが1番、これが、クロケンパパの、マイク。2番、マオイママのマイク。そして、最近では、あまり使わなくなったんですが、これは集音マイクですね。ジャン君の声とか、あとは外の、音なんかを同時に入れるときに、ここにつないでました。要するにマイク、マイク、マイクですね。で、つい最近、ここに4番目のところにギターをつなぎ始めました。ただ、これに関しては、このミキサーにはモニターするためのものが、アウトプットだからこっから本当は聞けばいいんですけど、ここは、コンピューターにつながる部分ですね。これが、はい。これは、アナログ信号をコンピューターにつなぐために、デジタルに
変換する機械ですね。これのことを、なんだっけ、いつもこの名前を忘れてしまうんですが、その変換をするという意味合いじゃない、なんだっけ、なんか、そういう名前使っちゃうのっていうものだったんですが、ごめんなさい、今思い出せません。いわゆるそういうものです。これを使ってコンピューターにつないでいました。ここがこれに変わるわけです。どうですか、このつまみの数だけでもこんなに違うんですよ。この機械そのものは、先ほどのようにマイクをつないだとしても、最終的にデジタルにしてコンピューターにつながってくれます。USB というところにつながるので、とても、簡単な、ことになってますね。あといろいろとそのそれぞれのマイク特性というかですね、によってこういろいろ、ギターはここにつないでねということですね。ちょっとここの真ん中に刺すんだね。いわゆる、あれはなんだっけ、3ピンの、また名前忘れた、やつですね。でも大丈夫だし、普通の長細いこう棒のような状態でも OK だし、ということになってるわけですね。すごいです。この辺をね、使いこなせるかっていうところが、ちょっと今後の課題にはなりますけれども、何よりもここにヘッドホンの、マークついてますよね。これここか、こっちだね。ここから、自分に戻すということですね。これはヘッドセットでした。ヘッドセットでもできますよ。普通の配信の方、喋りでやってる方はここにヘッドセットをつないでやられてるということですね。はい。またちょっと、僕自身も、キャノンだ。ごめん。話を戻しますが、キャノンという、ピンですね。ちょっとだけ反対側を見せるといいかな。こういうタイプ。これは逆側なんですけれども、これのピンが出てる方ですね。キャノンという、接点になります。ごめん、この話に戻っちゃいましたが、要するにこの弱小というかですね、機能ほとんどついていないものから一気にこっちに変わります。これによって、美しい声だったり、ちょっとエコーのかかった音だったり、そういうことができるわけですね。はい、どうもありがとうございます。はい、一応ですね、セッティングができました。簡単でした。黒剣のような、ど素人でもつなぐだけですね。あとはこういうつまみの調整は、ちょっとマニュアルを見ながらいろいろ今やっているところですけれども、まずこれは仮になりますかね。これが、ジャン君を配信している画面ですね。ここのメーター、これがはぁ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 、もうちょっと大きくてもいいかな。まあでもこんな感じです。そして、もう一個のマイクですね、これをここにつないでいます。この2本、これがメイン黒剣、これがマオイですね。そしてここからグーッといってこの、一番のチャンネルにつながっているということですね。で、ここはギターをつなぐんですが、今のところシールドをここに使ってしまってですね、確かどっかにあったな、買ったものもあるので、今部屋の中を探し中です。これがつながると、今度はギターも、LINE で聴けるということですね。一度このコードで、つないで音は確認しました。いい感じでなっています。ただ手先が本当にこうなんていうかな、正確に音が伝わってしまうのでミスできないじゃんっていう感じはありますが、まあでもいいのか、ずっと、聞き返してみるとミスばっかりなのでね、皆さんも慣れているかと思います。そしてこれが、モニター用のヘッドホンですね。このヘッドホンもちょっと実を言うと今調子が悪くて片ちゃんしか聞こえないんですが、いいです今のところはね。これで
どんな感じに流れているか、チェックできるのと、あとギターがつながるとですね、自主練、できます。最高、嬉しいです。ありがとうございました。これで生配信はまずやれます。今日のね、でそこからちょっとずつ、いい感じに仕上げていきますので、皆さんもよろしくお願いします。はい、ミキサーがつながってですね、ジャン君は今後、いい感じの音色でお伝えできます。カメラはいつも通りこのウェブカメラを使っていますが、音が良くなるからね、ジャン君寝てるとこごめんね、眠いのにね、はい、失礼しました。はい、いい感じです。はい、今生放送を終えたところですが、このシステムをもう一回ちょっと作り直してですね、ギターと歌でどんな感じになるのかちょっとやってみたいと思います。で、普段はあまりスピーカーから流したくないなと思っているので、ヘッドホンで聞く予定ですが、まず今現状を、知るためにと、あとはここのね、なんて言えばいいの、その動画に撮るために、ここにあるこいつですね、これの AUX にこれつないだけど、これちょいいのかどうか、こういうとこちょっとわかんないんですよね、僕はね。でオンにしてみます。あ、ブンって音がした。あほほー、待ってよ。誰かが扉を叩くまで、古い魔法の瓶の中にお茶。はい、いろいろなことをちょっと試しながらですね、ライブでちょうどいい感じになるように自分も練習していきます。ジャン君、あ、変なふうに置いてあったね、ジャン君。それでも詰めといたね。ジャン君、置いてーよ。ジャン君、呼んでるよ。そこさっきカチッとったやん。ダンボールカチカチすればいいな、もん。ジャン君、ジャン君、呼ばれてはるよ。ポンちゃん、ポンちゃん登場。ポン遊ぶ？ポン遊ぶよ。ポンちゃん、二人とも眠そうだね。今起きてきたとこだからね。まだぼーっとしてるの？